CUDA とは、NVIDIA が開発、提供している GPU 向けの汎用並列コンピューティングプラットフォーム、並列コンピューティングアーキテクチャ及びプログラミングモデルである。専用の C コンパイラやライブラリーなどが提供されている。なお NVIDIA 製 GPU においては、OpenCL、DARTコンピュートなどの類似 API コールは、すべて共通のグッププラットフォームであるCUDAを経由することになる。もともとリアルタイムグラフィックス表示用と、特にゲームグラフィックス用途に特化した GPU を開発していたのが NVIDIA や ATI であるが、プログラマブルシェーダーの発展によるプログラマビリティの向上を受け、その高い処理性能をグラフィックス以外にも活用できるようにするために、NVIDIA が開発した技術がCUDAである。このような汎用コンピューティング向けの GPU 活用技術をグップと呼ぶ。GPU 向けのプログラミング環境としては HLSL や GLSL、NVIDIA CG を用いたものもあるが、こちらはダイレクト 3D もしくはOpenGLをバックエンドとするリアルタイム CG 描画専用のプログラミング環境となっており、変数の型に GPU 特有の型しか使えない、特に出力として用いるテクスチャメモリのフォーマットに制約が大きいなど、汎用的なプログラムの記述は困難である。CUDAでは HLSL や GLSL と異なり、より C 言語に近い構文、ポインタなどを含むを採用しており、またダイレクト 3D、OpenGL といったバックエンドを使うことなく、プログラムロジックを起できるため、汎用コンピューティングに適している。GPU はシンプルな演算ユニットを多数搭載しており、ピーク理論演算性能は同一価格帯の CPU をしのぐものもある。そのため、並列性や演算密度の高い処理を行う場合、少数で複雑な構成を備えた同規模の CPU と比べて高い処理性能が出せる。その逆に複雑な分岐処理、演算密度の低い処理は CPU と比較して苦手であり、また GPU へ入力データを供給する、あるいは GPU による演算結果を CPU 側へリードバックするには接続場を通してデータを転送する必要があり、これがボトルネックとなり得る可能性もあるため、適用分野や問題を解くアルゴリズムを慎重に選ぶ必要がある。また、CUDAで作成したプログラムを最大限最適化するためには、ワープや共有メモリなどの NVIDIA GPU、デバイスアーキテクチャに関する深い知識も必要となる。なお、CUDAの発表は2006年11月、CUDA 1.0 の提供開始は2007年7月であり、後発のグップ関連技術には、OpenCL や DARTコンピュートなどが存在するが、それぞれ技術用語は異なるものの全体としては、CUDAに非常に似通った特徴を持つ。先発技術であるCUDAは、2014年時点で教育、研究機関での採用事例が多いほか、機械学習などの分野で、産業界でも採用への取り組みが進んでいる。CUDA-C は、C 言語と C の一部の構文のみ対応。C 言語を拡張している。CUDA-C。C のソースコードの拡張子には通例。CUDAが使われ、ヘッダーの拡張子には、CAが使われる。ブラスインターフェース経由で、ベクトル、行列演算が可能、Q ブラズ。FFT ライブラリー、CAFTも付属する。SDK となるCUDAトゥールキットには、CUDA実装による C 向けのテンプレートベース、並列アルゴリズムライブラリー、SLUSTも付属する。なおCUDAバージョン7では、C+11 規格のサポートが強化され、デバイスコードにおけるラムダ式の利用などが可能となっている。CUDAバージョン8では、機械学習向けのライブラリーが強化され、パスカルアーキテクチャの固有機能を利用した拡張が多数追加された。CUDA Fortranはザ・フォートランドグループから提供されている。Fortran 2003を拡張している。NVIDIA のCUDAコンパイラ NVCC 自体は、LLVM ベースであり、新しいプログラミング言語や新しいプロセッサのサポートを追加するコンパイラ SDK も提供されている。C 言語以外からCUDAを呼べるようにしたバインディングがある。他にも、Ruby、Lua、MATLAB、Idle、Mathematicaなどもある。CUDAにはOpangle及びDirect3D9、10、11との連携を可能にする相互、運用 API が用意されている。詳しくは、CUDAルンチメ API、CUDAトゥールキットドキュメンテーション -3.10、Opangleインターオペラビリティ、CUDAルンチメ API、CUDAトゥールキットドキュメンテーション -3.16、Direct 3D11 インターオペラビリティなどを参照のこと。CUDAトゥールキットには、ビジュアルプロファイラーと呼ばれるパフォーマンス、計測ツールが付属し、アプリケーションにおける GPU の処理時間などの情報を収集して、性能改善に役立てることができる。CUDA Toolkit 7.5 では命令レベルでのプロファイリングがサポートされた。Insightと呼ばれる統合開発環境向けのアドインも引き下げされている。ここでは、従来の CPU ベースのプログラミングとの比較では、なく、類似のグップグップ関連技術とCUDAとの比較を行う。CUDAは、NVIDIA が独自に開発を進めているグップグップ技術であり、NVIDIA 製のハードウェア性能を最大限引き出せるように設計されている。CUDA を利用することで、NVIDIA 製 GPU に新しく実装されたハードウェア機能をいち早く活用することができる。例えば、ケプラー世代以降の GPU で、使用可能なワープシャッフル命令を使用することで、共有メモリを介するよりもさらに高速な並列リダクションを実行することができる。CUDA同様の類似グップグップ技術として代表的なものは、OpangleやDardコンピュートが挙げられが、いずれもハードウェアアーキテクチャを標準化しベンダーの違いを吸収する API 層であるため、CUDAと比較すると抽象化の度合いは、低いローレベル API ではあるものの、ハードウェア特有の先進的機能を使った細やかなチューニングによりそのハードウェアの限界性能を引き出すのは難しい。また、OpangleやDardコンピュートでは、カーネルと呼ばれるデバイス用並列処理、プログラムコード編、並列実行の最小単位を専用のOpangle、C や HLSL といった言語で記述した上で、Opangle API や Direct3D API を使用してカーネルを発行する必要があるため、準備のための手間が必要となるが、CUDA の場合はより抽象化されており、カーネルコードの発行を C における通常の関数呼び出しに近い形で記述できるなど、より本質的なアプリケーションコードやアルゴリズムの実装のみに注力できるようになっている。ハードウェアベンダーに依存しない、OpangleやDardコンピュートと比較すると、CUDA は、NVIDIA 製の GPU でしか使えないという制約がある。このため、CUDA の機能に過度に依存したプログラムを書くと、アプリケーションのポーティング、移植が困難になる可能性がある、ベンダーロックイン。AMD は、CUDA アプリケーションを AMD 及び他の GPU プラットフォーム向けにソースコードレベルで移植しやすくするための CE 用 API として、HIP の提供を開始したが、CUDA と完全な互換性を持っているわけではない。また、最初からグラフィックス連携用途を想定して設計されたDardコンピュートと比較すると相互運用 API が用意されているとはいえ、GPU 演算結果をグラフィックス用途に直接利用する場合はオーバーヘッドが大きくなる。Dard X10 世代の統合型シェーダーアーキテクチャを採用した GeForce 8シリーズ以上もしくは NVIDIA、Tesla や NVIDIA モバイル向けの統合型プロセッサでは、ケプラーアーキテクチャを採用している NVIDIA Tegra K1 以降となる。実行には専用のデバイスドライバーを必要とする。詳細は、CUDAグパス、NVIDIA デベロッパーゾーンを参照。なお、ハードウェアの世代、アーキテクチャ、コンピュートケイパビリティ、CC によって利用可能な GPU 命令やリソースサイズ上限、倍精度不動小数点対応可否などの制約が異なる。また、上位の CC を持つハードウェアでは、下位の CC 向けにコンパイルされたCUDAコードを実行できるが、その逆は不可能となっている。CUDAは実行環境デバイスの世代、コンピュートケーパビリティに応じた専用バイナリコードを生成できるほかに PTX と呼ばれる NVIDIA 独自の GPU 中間命令、中間語を生成することができる。PTX を利用することで実行時にCUDAドライバーによって実行環境に合わせた最適なコードを生成することができるようになる。CUDA Toolkit 6.5 の対応 OS は Windows XP、Windows 7、Windows 8.1、Windows Server 2008R2、Windows Server 2012R2、Fedora 20、OpenSUSE 13.1、RHEL 5、6、CentOS 5、6、SURS 11SP3、Ubuntu 12.04、14.04、MacOS X 10.8、10.9、10.10 である。CUDA Toolkit 7.0 の対応 OS は Windows 7、Windows 8.1、Windows Server 2008R2、Windows Server 2012R2、Fedora 21、OpenSUSE 13.1、13.2、RHEL 6、7、CentOS 6、7、SURS 11、12、Ubuntu 12.04、14.04、14.10、OS X 10.9、10.10 である。CUDA Toolkit 7.5 の対応 OS は Windows 7、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2008R2、Windows Server 2012R2、Fedora 21、OpenSUSE 13.2、RHEL 6、7、CentOS 6、7、SURS 11、12、STYMOS 1.0 Beta、Ubuntu 14.04、15.04、OS X 10.9、10.10、10.11 である。CUDA Toolkit 8.0GA2 の対応 OS は Windows 7、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2008R2、Windows Server 2012R2、Windows Server 2016、Fedora 23、OpenSUSE 13.2、RHEL 6、7、CentOS 6、7、SURS 11、12、Ubuntu 14.04、16.04、OS X 10.11、10.12 である。CUDA Toolkit 9.2 の対応 OS は Windows 7、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2012R2、Windows Server 2016、Fedora 27、OpenSUSE 42.3、RHEL 6、7、CentOS 6、7、SURS 12、Ubuntu 16.04、17.10、OS X 10.13 である。CUDA 基盤上に実装されたプログラマブル GPU、デートレーシングエンジンとして NVIDIA はを公開している。aptX はフェルミ世代以降の NVIDIA GPU 上で利用可能。なお、After Effects CC ではデートレーシングエンジンにaptX を採用している。CUDA の演算処理技術を利用するには、上述のハードウェア OS のサポートに加えて、アプリケーションが対応していることが必要。一部アプリケーションベンダーより対応ソフトが出ている。これらは、Boeing クライアント上で CUDA を利用する。MATLAB とのコラボレーションもサポートされている。MATLAB では、パラレルコンピューティングトゥールバックスを介して、GPU を使用できる。重いプログラムスクリプト実行の高速化に寄与する。ただしCUDAの初期化及びメインメモリベレム間のデータ転送に時間がかかるため、短いスクリプトの場合は逆にトータル処理時で見ると CPU だけ使用する時よりも遅くなる場合もある。インテル Xeon X5650 を使った場合と比べて NVIDIA Tesla C2050 を使うことで FFT が最大 3.5 倍高速化されたとの説明がある。OpenCV 2.2 でCUDAを使ったアクセラレータであるGPUモジュールが追加された。OpenCV 3.0 ではCUDAモジュールに解消された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。